レディゴーをありのままにするために意味を変えてる場合があるから、これ吹き替えでは見ないようにしてる。言い方としてはアニメ、ディズニーアニメとかピクサーのアニメは日本語で見ないようにしてるんですよね。8人目のオタクさん、40代男性。映画は字幕と吹き替えどちらで見るのが良いのでしょうか。私は吹き替え派です。よく俳優の生の声でなければダメとか言われる人もいますが、私は俳優で映画を選ばないですし、映画に登場するキャラクターを見に行くので、その声が声優さんの声でも構いません。また例え話などになると字幕と吹き替えでは言ってることが違う場合があります。コメディ作品なんか吹き替えの方がよく笑える気がします。岡田さんの字幕吹き替えに対する考えを聞かせてください。よろしくお願いします。僕は字幕で見る方が退屈しないな。洋画の場合なんだけど、字幕で見た方が退屈しないんですよ。なんでかっていうと、字幕っていうのを本来のセリフがあって、それをなんとか日本人のあんまり専門知識がない人にもなんとか分かるように翻訳して短くして文字数をなんか収めてっていうので出してるじゃん。だからそうやってるのと、あと言語で何と言ってんだろうと。もちろんフランス語とかドイツ語だったら何言ってるのか見当もつかないんだけど、英語だったらちょっと見当ついたりするじゃん。でその時の俳優さんが喋る発音のニュアンスとかでもいろいろなんかちょっと分かるところがあって、それをなんか字幕で読んで俳優さんが言うのを聞いて考えたりすると退屈しないよね。映画って普通脳を全部使わないじゃん。言い方なんだけども、映画見るときに脳が全開でうわ面白い面白い面白いなんて映画って本当に年に何本もないし、なんか普通映画見てるときって脳がちょっと暇してるから別のこともつい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 考えちゃうんだけども、字幕で見ると情報量が増えるからちょっとその退屈がこう収まるからいいと僕は思うんだよね。だからあとね、ディズニーのアニメなんかその吹き替えだとリップシンク合わせるためにその口の動き、アニメーションの口の動きと日本語の母音の発音を合わせるために、例えばそのレリゴーをありのままにするために意味を変えてる場合があるから、これ吹き替えでは見ないようにしてる。言い方としてはアニメ、ディズニーアニメとかピクサーのアニメは日本語で見ないようにしてるんですよね。ただこれはね、なんか本気で見る時の映画の見方であって、本気じゃない時は吹き替えでも気にしないよね。これ前から何回も言ってるんだけど、僕関東地方では午後のロードショーっていうのをテレビ東京でオンエアしててさ、毎日毎日午後1時半から1時間半の尺で古今東西のアクション映画とか名画とかですね、4月はバンダム祭りとかですね、 6月水曜日は追われる女とか、そういうなんか変な括りでアクション映画とか割と B 級映画とかガン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 毎日やってんだよ。毎日月曜から金曜やってんだよ。俺これ月曜から金曜全部撮ってんだよ、録画してんだよ。おかげでもうハードディスクがえらいことになってんだけど、月曜から金曜全部撮ってんだけど、これ当たり前だけど全部吹き替えなんだよね。あんな五五郎でやってるような映画は吹き替えでいいんだよ。で吹き替えで見て、あこれ面白いと思ったら五五郎の再生を即止めて U-NEXT とかなんかで字幕で見るようにしてるんだけども、まあ、こんな感じでですね、吹き替えで見た方が楽で楽しめて、本気で見たかったら字幕っていうように僕はやってんだけども、基本的にはどっちでもいいよ。どっちで見るのが良いのでしょうかっていうのは、僕みたいな見方するんだったら吹き替えで見た方がいいよ。でもそういう僕ですら五五郎は見てるよっていうなんかこんな感じですね。動画へのご意見ご感想、吹き替えと字幕どちらがいいかコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。